はい、カトサンバ始まりました。こっからカトサンバですね。ここは茨城県の日立大宮市です。ちょっと大宮駅の前ですけど、かなりね、自然豊かな街ということで、いちごとかブルーベリーとか、あとはまあ野菜とか結構ね、作物が、こう盛んに作られてるということで、はい、まあ早速行きましょうかね。行けばわかると。レッツゴー。大宮自然公園安らぎの森です。ね、入り口までやってます。出ますね、これ。山の中に、入り口があるというところで、ここから始まってるんじゃないところですけど、今ね、これで3月が今日で明日かな、終わるということで、まあそろそろ桜咲くんじゃないかということで、桜咲いたら綺麗らしいですね、ここ。ちょっと行きましょう。ここなんですかね、ちょっと多分ここなんですよ。大宮自然公園ね。桜があるとこ、ここなんですよ。今年は何かあったんですかね。多分これぐらいからだん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 こう桜が舞ってる時期なんですね、もうね。つぼみ、なんかね、ずっとね、桜の木を探してたんですけどね、イガクリが残ってますね。冬を越して春までこうイガクリ残っていた、このすごい強靭なイガクリが。栗の木ってこんな感じなんだ、初めて知った。桜がないな。え、大宮公園すごく桜が咲いていると噂を聞きつけた。あれ誰もいないなみたいな、全然なんかあれ一人占めできるじゃんと思ったら、ね、桜の木らしいですね。あれがないし、桜が咲いてると思ったらですね、こっちに、あれは何の花かな、桜ではないですけど。はい、ということで日立大宮市さんもさせていただきました。日立大宮ってのは字がもうすごい、なんか由緒正しき地みたいな感じがしますけど、そんぐらい神社も多いし、ということで自然、はい、ある町でした。ありがとうございました。